有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は K プランニング代表のキラカリンさんと有安ありがお送りするラジオです。2021年12月31日金曜日まで毎週金曜日23時に15分間カットなしでお送りいたします。K プランニングとはキラカリンが立ち上げたものづくりのプラットフォームのことです。この番組では自分たちの作品やメンバーが発信したいと思うことをお伝えしていきたいと思います。ということで第3回です。イエイイエイ、すごい3回目ですね。3回目、もうこれもベテランになってる。早いな。先週ちょっとね最後の方こけちゃいましたから。そうなんですよね。油断したでしょ。ちょっと油断しました。バレました。はい、あの先週に言っていたあの最後に見た映画館で見た映画を思い出しました。無理でした。無理でした。なんという。まあね、また映画ね、2人で見に行ったりねできたらなと思うんですけれども。そうですね。まあ、今ちょっとね見たい映画あるんですよ。ほう、何ですか。もうそれこそ木村拓哉さんつながりのマスカレードみたいですね。あ、マスカレードナイトですか。はい。マスカレードナイト私見に行ったんですよ、実は。すみませんが。見に行って、そうなんですね。多分これが公開される頃にはときめき映画でも紹介されてるかと思うんですけども、めちゃくちゃ良かったですね、本当に。豪華なゲストで、うんうん、で長澤まさみさんの足の長さといえばもうそれ見るだけでも1800円ぐらい1900円ぐらい映画の料金忘れましたけど、まあ、もう払う価値あったかなっていう。でまた木村拓哉さんね、うんうん、まあ、うちの母親は大好きなんですけども、うんうん、好きになった理由が声なんですよ。お、声が好きで、やっぱ映画館で見るとすごく声がいいなって思いました。もう目つぶってみる？あ、今度ね目つぶってあのシーンやってもう覚えれるかもしれないです、ね、何回でファンはねそれぐらい見に行ってる可能性はありますよね。まあ、あの作品原作があっての作品だから、ね、そうですね、しっかりしてるっていうのはもうあるので、うんうんうん、やっぱりね映像というね、2人の中ではそういったところも見てしまいますもんね。そうですね、うん、あれ確か3部作かなだったと思うので、うん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 、もう1本ぐらい映画できるんかなってちょっと期待したりとか、うんうん、いいですね。やっぱ3部作はね3部作で作ってほしいですよね、うんうん、でゲストがすごく豪華な使い方をしていて、うん、こんだけしか出てないのにこの人出るの、うんうん、みたいな感じだったんですよ、うん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 、だそれがやっぱ豪華な感じで、うん、お金出してるなって、まあ、そんだけね回収できるからかなっていうのもあるんですけどね。回収してるみたいですよ。あ、そうですよね、うんうん、もう何億突破みたいなやつ。そうそうそう、もうね、あの前作超えてるらしいので、わお。このコロナ禍でそれはすごいですよね。すごいですよね。あのもう普通にその誰がどうっていうよりもやっぱり普通のね平時の時の状況よりもすごいって、それを超えてるっていうのはやっぱりすごいなっていうのに値すると思うんですよ、うん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 、すごさを感じることはやっぱり多いですね、うんうん、確かに席をね一席ずつ開けて座らないとまあねいけないって感じになってるんですけれども、うんうんうん、っていうことは半分の座席数が満員になっちゃうわけじゃないですか。そうですね、うん、それでその興行収入が突破できるっていうのは、うん、すごいことですよね、本当に、うん、普通に考えてかける2とか3とかってことやから、お、まあ、そんだけお金もかかっただろうけど、うん、って感じですよね、うん、わーすごいな、まあ、でも日本のその映像というか映画業界っていうのがそういう作品ボンボン出せていけるような環境でね、うん、あっていけば若い子たちとかもどんどんねそういう作品作りにこう熱中できるんだろうなみたいなのを感じたりもする時はあるんですけどね。確かに、うん、ぜひねそういうね映画作ってほしいです。 K プランニングでも、あ、作りましょうか。作りましてください。なんかやりたい企画とかあるんですか？そうですね、やっしり一つはドキュメントもやりたいんですね。ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、ごめんなさい、
あのもちろんドラマチックなドラマという部類もやりたいっていうのはもちろんあるんですけど、ドキュメンタリーってその時その時にあのしか撮れないみたいな、そういう醍醐味的なところあるじゃないですか。そういうのも計画していきたいなっていうのもあるし、あの伝統を残したい。お直接私自身が関係あるかって言われるとちょっとそうではないんですけど、うん、まあ、あのライターとして活動してる時にはやっぱりそういう伝統を紡いでいくみたいな話とかをする時は必ず取材をするんですよね、うん、その日本の伝統の技術とか、うんうん、そうそうです、芸能とかそういうことですね、うん、作り方とかもやっぱりいろは知らなきゃわからないとか、うんうんうん、その文字に起こすのに知らなきゃダメでしょっていうこと多いので、うんうんうん、まあ、これからもねやっていきたらなと思ってますね。わー、楽しみにしてます。キラカリンの気まぐれフルコース。このコーナーは普段 OL をしているキラカリンさんが体験した話を気まぐれに流れるようにお届けしていただきます。本日のメニューは100年前の着物。着物、はい、これはもう着る着物ということですね。もうそれしかないですけど100年前の着物というのはどういうことですか。はい、まあちょっとね、あの100年前のお話をあの作りたいという方いらっしゃってて、あのちょっと協力をしたいなと思ってて、いろんな衣装とかね、あのお伝え、あのなんていうんですかね、こう知り合いとかに聞いて行くっていうことをしてた時期があったんですけど、まあ、その時にたまたまですね、あの私の父の、お友達の奥さん、ちょっとな遠いんですけどあの、まあ、来てあのお会いすることがあったんですよ。でその時にあの100年前って言ったら、まあ、言ったら昭和初期ですよね、はい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 、昭和初期に着てた着物が家に転がってるんですよっていう話がもうポロッと目の前に出てきて、戦争でも燃えなかったってことですか。そうですね、はい、わなので、まあ、いい着物はちょっとね持ってるんやけど、もういっぱいありすぎて処分するんですよみたいな話になった時に、いやそんな もったいないって、やっぱり衣装さんとかやったら絶対喉から手が出るぐらい昔のものなので、うん、なんか縁かなって思いながら父のねあのこう言葉もありのでもらうことができたんですよ。でそれは嬉しかったんですけど、うちの押し入れが着物だらけになりましてね。着物は普段着ないですか。ちょっと着ないですね。さすがにあの会社員してて着物っていうのは、はい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 、もう昭和の後半ぐらいまではお正月とかはね着物を着て出社とかあったんですけど、さすがに今はね30年平成終わって令和になったんで、それは多分ないなというので着てないんですよね。残念ながら私の知り合いの方は着物と、うん、洋服を合わせたコーディネートしてたりとか、うんうん、そういう着方あるんやなっていうのを思いましたね、はい、私は似合わなさそうですけど、なんかタッパっていうか背丈がないとちょっと似合わなさそうな感じがしますけど、まああの、うん、その100年前の着物に関しては多分アリさんいけると思うんですね。あ、なるほどなるほど。っていうのはその当時の方っていうのはやっぱりまだ小柄な方多かったので、はいはい、逆に私でかいので着れないんですよ。なるほど、みんなあのカリンさんがどんな姿か分かってないんです、はいはいはい、交互着たいっていうそのままで、まず、はい、ヒント1、でかい。でかい、確かに私よりはまあね、でかいって言っていいか分かんないです。いや、でかいです、でかいです。もう、はい、そうですよね、はい、確かに、まあ着物は、あの、なんていうんですかね、こう、ちょっとやらしい話、私胸でかいじゃないですか、はい、胸がでかい人って似合わないんですよ。あ、帯に乗っちゃうとか、そんな感じがして、なんかそれがずっとコンプレックスですね。浴衣とか着ても、うんうん、なんかちょっとドデーンってなんかお相撲さんの、うん、あ、なんかイメージ、なんかごっちゃんですって言っちゃいそうなそんな体型になっちゃうんで、着てみたいですけどね。まあでもね、次ぜひね、あの機会があれば100年前の着物っていうのはなかなか着る機会はないと思うので、うんうん、チャレンジされるのもいいかなとは思いますけどね。はい、じゃあぜひね、今度着物、はい、2人でいつか着物で ね、 そうですね、トークとかねしてみたらいいかなと思います。はい、
アリアスのちょっと思ったことということで、うん、今回話すちょっとした話なんですけれども、聞きたいことあります？いっぱいあるんですけどなんとちょっとした話とか言いながら聞きたいことありますって聞いちゃうやつ。まあまああるあるな話で、はいはい、あのすごいね、あの聞きたいなって純粋に思うことが一つあって、はい、あの好きなドラマというか、まあ、この、ね、あの業界に入るきっかけになったようなこうドラマとかってあると思うんですよ。作品に、ね、やっぱり惹かれてそういう世界に入りたいと思うと思うんでね。でそういうのあれば教えてほしいなってちょっと思うんですけど。好きなドラマですか？もうめちゃくちゃドラマは、うんまあ、今はあまり見れてないんですけど、昔はめっちゃ見てたので、うんうん、好きなドラマ、まあ、多すぎるんですけど、うん、ベタで言うと、うん松嶋菜々子さん主演、堤真一さんが出ていた大和なでしこ、あれは本当に好きでしたね。今見たらなんであそこまで好きやったんやろと思うんですけど、多分松嶋菜々子さんの美しさに惹かれてたかなって思うんですけど、あのベターな感じがいいんですよ。こうもうちょっとで付き合える、うんうん、付き合った、あなんでなんかいろいろ気持ちすれ違って離れる、うんうん、やっぱ最後付き合うとか、うんうんうん、あとはまあこういう映像業界にいてたので、うんまあ、それも松嶋菜々子さんつながりなんですけど、うんうん、美女か野獣っていう、はいはいはい、テレビ局を舞台にした、まあ、ニュース番組を舞台にした、うんうん、福山雅治さんがね相手役で出ていたやつなんですけど、うんうん、あれもとても好きでしたね。だからもうベタベタなこう恋愛からこうちょっとしたコメディも全然好きですし、うんうん、とも一番好きなやつって聞かれたらもうダントツで答えるのが古畑任三郎です、うん、あ逆にカリンさんは好きなドラマありますか？私もまあいろいろありますけど、はい、すごいハマった、まあ、あの日本のね国内のドラマだったら、あの例えば若葉の頃とかっていうのは、若葉の頃実はキンキキッズなんですけど、あそうかキンキキッズお好きなんですよね。そうですね、あのもうライブも行っちゃうぐらい好きなんですかね。そうですね、この前もちょっと行きましたけど、こういちくんの方、あ、そうそうですね、はい、まあでその話はまた今度するとして、はい、あのキンキキッズで、あの言ったらこういわゆるそのペアで出演してるドラマっていうのが、はい、まあ、何本かあるんですけど、うん、未満都市とかですね。そうですね、未満都市で多分一旦ファイナルチックな状態になったと思うんですけど、ペア出演がね、うん、一番初めが多分人間失格とか、うん、そういうあのデビューしてすぐってことですか？そうです、デビュー前ですね、あれはね。14歳の時にファーストキスをお互いが奪ったのがお互いだったみたいな。なるほど、なるほど、そういう話とかもあってたりとかするんですけど、それは2人が今後組むっていう感じにもなってたんですか？うん、あ、もうキンキキッズっていういわゆるこうジュニアの中の名前としてはあったって、関西ジュニアとしてあったんですよね、デュエットとしてね、関西出身のね、ジュニアっていうので一目は置かれてたっていうことで、はい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 、その若葉の頃は何歳の時ですか？あれはね、17、18、もうそれこそ青春ですよね。おー、この中に私ら入りたいみたいな。高校生の話ですか？ちょうどね、高校生ぐらいの話だったと思いますね。はい、今見れるんですかね、どうなんですか？若葉の頃は、あ、でも見れるかもしれないですね。レンタルとかで見れるかも、うん、若葉の頃はレンタルありましたね。あ、うん、なるほど、なるほど、うん、だ未満都市はないので。あ、そうですよね、うん、なんかちょっといろいろあって、はい、だからあの20年後みたいなんで出てきた話が何年か前にあったと思いますね。ありましたね、はい、松本潤さんが若いっていうね。そうそうそう、すごい、あれはとても好きでした。ぜひ、はい、そんな感じになっています。それではエンディングの時間がやってまいりました。 K プランニングではショートフィルムや絵本の公募に絶賛邁進中です。2022年の本始動に向けて今水面下でみんな動いてます。メンバーも随時募集をしております。で、そういった、詳細に関しましては概要欄の方をご覧ください。また、ラジオの感想、コメントなどもたくさん待ってますんで、たくさんお送りいただければと思います。はい、それでは来週の金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安有とキラカリンでした。また来週。また来週。